はい、今山に来ていますけれども、まだまだ紅葉は見られるようですね。でもだいぶ散りましたけれども、まあでもどうでしょうかね。天気的に今日が最後なのかなという感じがします。明日からもう1週間くらいずっと雨、または雪のマークも出ていましたので、今日が最後なのかなと、紅葉を楽しむのは、最後なのかなというふうに思います。で、山に来る道中でもですね、なんか囲いですとかね、あとは、まあ、数日前ですけども消雪パイプの点検ですね、道路の雪消し用の消雪パイプですね、それの点検もしていましたし、あとはガードレールですとかね、そういった、のも撤去されていた箇所もありました。雪国ならではだなという感じがします。なんでそのガードレールですとかね、あと、まあ、学校にあるその遊具ですとか、結構その金属のものであっても取り外しするんですけれども、まさかですね、雪の重さで、曲がってしまう、変形してしまうなんてことは、雪なし県の方にしてはですね、なんか想像つかないんだと思うんですよね。まあ、ただその雪が、雪あり県といいますか、雪が降る地域といっても、例えばその岩手ですとか青森ですとかね、かなり乾いた雪も降るところも、あって、まあ、その新潟ですとか長野のような本当にこう水分を含んだ重い雪、まあそのかなりその青森も岩手もだいぶ広いですので、まあ、湿った雪も降ったり積もったりするところもあるんでしょうけれども、まあ、大体全体的にっていう今話なんですけど、まあ、でも新潟はそこに来るとですね、どこに行ってもそんなサラサラした、まあ、積もる場所ですよね、サラサラした場所っていうのは、少ないんじゃないかなっていうふうに思います。新潟県、どこに行ってもかなり水分を含んだ重い雪なんじゃないかなという感じはしますけれども、なのでそういった雪対策ですね、冬支度っていうんですかね、それが着々と進んでいるように思います。で、土日ですとか祝日になりますと、あとはタイヤの交換ですね、スタッドレスタイヤ、スノータイヤっていう人もいるかもしれないですけど、タイヤの交換をしているところ場面もですね、結構見たりします。なんかいよいよですね、まあ、今日はどうでしょう、風がちょっと冷たいっていうのもあるんですけども、まあ、日が出ればまだまだそんな上着もいらないような、そういった気温なんですけど、もう明日からですね、だいぶ最高気温も一桁っていう日が続いたり、天気予報を見てるとですね、そういった感じですので、いよいよだなと。だってあと10日もすればもう12月入るわけで、もういよいよ冬だなという感じがします。いや、今年の冬どうなるんでしょうかね。積雪ですとか、なんか雪を早く降るっていう人もいますし、なんか例年並みに積もるんじゃないかっていう人もいますし、まあ、蓋を開けてみないとわからないところが、まあ、正直なところだと思うんですけどもね。はい、ということで、今日感じたことですね、ありましたので記録してみました。ということで以上。